じゃあさ、探索ちょっと各々言ってきてね。はい。なんか怪しいと思うところとか感じたこと、風が強いけど違和感に覚える音がしたりとか、なんかありました？2階は正直特になかったんですよ。で、まあお二人とも通ってきたと思うんですけど、まあ、2階から3階含めて、まあ、一番、まあ、一応言おうかなって思うのが、さっき通ってきた 2.5 階が変な感じもしましたね。そうですね、変な感じもしたし、なんかちょっと何の音か分かんないですけど、ちょっと音が聞こえた時があって、どういったぐらいの、まあ、きしむような感じではあったんですけど、気がきしむような感じ、まあ、でも風かなぐらいは思ってますけどね。特にサーモグラフィーに変な音ではないです。まあ、めっちゃカタカタってなってますね。なんか音してますね。やっぱコンクリに囲まれたら静かになりますね。きしみかな、なんですかね。ちょこちょこ変な風するから判別難しいよね。2階回ってる時、2階ってすごい窓割れてて全部風入ってくるじゃん、うん、で、なんか備え付けのライトとかめっちゃ揺れてたりして、うん、壁にボンボン当たったりしてすごい音鳴ったんで、全然分かんなかったですね、うん、風じゃないか風か、はいはいはい、の風で木の扉とか、あとなんか消火栓の扉とか結構動いて、それときしむ音とか結構聞こえてたんで、うん、なんかドア開けると思う。これか。だから、イノハンで一番怪しいかなと思ったのが 2.5 階の肌感でちょっと気味が悪い。そうですね。ってとこ、うん、それ以外は特に。1階はね、トイレ1階も何もない。お、何でも。なんか、やっぱ風が入ってきてるし、強風でさ、判断難しいけど、この風ってずっと鳴ってるから、あ、なんか聞こえたなと思ったらずっと鳴ってるじゃん、うん、だから音の原因の特定するのが容易だった。なんか普通にね、音の方向に行ってさ、そしたらこうもう割れて落ちそうなガラスにバンバン当たってたりとか、これか。ああ、これで風になびいて音が鳴ってるだけか。なんかいつもならね、こう単発ちょっと鳴って、あ、結局あれ何だったんだろうが多いけど、はい、今日はね、まあ、判断が難しい反面ずっと鳴ってくれてるから、普通に、あ、今も聞こえるって突き進んでいったら、ああ、環境音、あ、別に環境音で片付けられない音は聞こえなかったです。ただ強いて言うなら地下が気持ち悪かったですね。地下気持ち悪かったです。地下ね、行けないかなと思ったらドア開いてた。え、開いてた、開いてた、開いてた。ここはね、もう完全にもう風の音とか、まあ、若干聞こえるけど、なんか静けさが結構あって、まあ、自分たちも裸んですけど、ちょっとね、気味悪かったね。そうですね。一回でエレベーターが止まってるのかな。ああ。これ野犬。あ、カエルの。カエルかな。カエルが犬の鳴き声なの。でも何か起きたってわけではない。単純に。裸で気持ち悪いなって感覚に、はい、ちょっ
っとしたそこだけなんか周りと比べて風の音とかなくて静かだったからっていうのもあるかもしれないですけど、それはあるかもしれない。それは確かにその 2.5 階の部屋もそれと一緒かも。その感じはありますね。なんかそのこの建物入る前からずっと聞き続けてるからさ、はい、風の恐怖を。その急に環境が変わったら結構こうなんか感覚的に警戒しちゃってるのかもしれない。ガジェットもね、特に反応なかったですね。トリフィも反応ないし、プラズマボールはちょっと使ったけど反応なかった。トリフィもないんですね。うん、なかった。検証どうしようね冒頭で一番ヤバそうなとこ2箇所決めてそこでやるって言ってるのに1個もないっていうだから多分、でもね、他のもう数多くの心霊 YouTuber が多分ここに来て、うん、人がいてもおかしくないって音、はい、のね、まあ、怪現象を経験してる人多いと思いますけど、うん、まあ、今のところそのほとんどはね、環境音で片付けられるんだよね。はい、はい、というわけで、ちょっと相変わらず音うるさいですが、ダブルテンションやってきました、はい、でね、地下1階はね、もう感覚的にね、この建物全体で起きる音が集中的に集まってるって錯覚するぐらいのいろんな音を。結構閉鎖された空間ですけどね。まあでもね、富士山の松さんに確認したら階段は使ってないとか。はい、なシーンだったんで、まあ、それ以外になかなか気づける音がなかったですね。まあ、ちょこちょこなんかバーンとかドーンとか鳴る音があって、その方向にまあ行ってみましたけど、まあ、特にガジェットに反応はなく、でカエルか鳥の声にひたすらオタクが反応してました。あそう、その音が多分近いから届いたのかな。いやでもそんなにうるさくないですよ。あんまりビーみたいなジーっていうだけ。一瞬反応したっていうだけのがずっと続いてました。今岡君反応してたよ。まあ、ちょっとね、あの2人の検証の動画をそれぞれ見比べれば、どのタイミングの音がヒロさんだったか、はい、まあ、逆もあると思う。それを答え合わせできると思う。でとはいえね、何も起きなかったんで、最後の悪あがきじゃないですけど、いわくで一番危ないと言われて、この謎の椅子のオブジェクトありますけど、ここでね、まあ、最後のおまけじゃないですけど、まあ、最後に座って見ようと思います。はいはい、で今ね、あの定点として、この階段を降りたところにも置いてるんですけど、岡君じゃないわ、今リケニアか、リケニア置いてるんですけど、ひたすら反応してますね。聞こえるそれ。あ、鳴ってますよ。マジ今は鳴ってないんですけど、トリカエルの鳴き声で反応してますね。あ、これがそうそうそう、あー、それだ。結構鳴ってるね。僕一人検証の時はずっとあんな感じでした。っていうかもう、リケニャンがカエルと会話してるテンポで話してる。そんな感じかな。では一人検証の、まあ、まとめなりちょっと話しましたけど、今からここで一つ検証
検証を行います。正直今回ちょっとまあ判断が難しいのもあるけど手応えがまだないんで、はい、悪あがいっちゃいましょう。はい、はい、リスナーさんからね教えていただいたライトを点滅させてそのストロボみたいな感じで見えてるときに途中に幽霊が映るんじゃないかという検証がありまして、それをやってみましょう。はい、じゃあまずライトを消してライトボードにしましょう。相当暗いななんかライトつけてたからあんま分からんかったけど、暗いね。めっちゃ暗いですね、こう見たら。ではこの椅子の方に向かってやってみます。うん、いきます。うん、ある、その機能。あ、それがいい。それ SOS だね。まあでも SOS でいい。この付け方怖いですね。うん、足元が見えへん。じゃあ最後こうなって伊野さん自身がゆっくり回ってます。うん、真ん中で回ってみる。はい、じゃあ僕から一周していきます。はい、なんか伊野さん視点でこう影に違和感とか。いや、ないです。レジョナーシもうまだ早くはい、ではストロボのライトをやってみましたけど、まあ、僕らの目では何もなかったかなって感じです。そうだね、まあ、これはてかね、レーションも100発100中起こせるわけじゃないでしょうね。なんでこれもまたね、違う場所でやりたいですね。うん、やりましょう。ただね、やってる側からしたら怖い。見えるかもしれんって思っちゃう
ぜひね、家の中でもいいからやってみてほしいですね。真っ暗にしてライトを点滅させて周りを見て。はい、じゃあ最後もうほんまに笑うがき、ちょっと検証なのかは分かんないですけど、暗闇にして5分ぐらい静かにしましょう。はい、はい、周りの音を聞いていきましょう。そうしましょう。はい、はい、じゃあこんな感じで。待機一応ね、そばにいてくださってる松さん、富さんは静かにしてくれてる状態。はい、暗闇だと風の強さとかがより一層際立つね。なんか研ぎ澄まされる感が出ますね。うん、
はい、はい、黒竹ドライブイン検証してきました。はい、いやー本当に何もないね。ちょっと何もないって言っていいと思います。まあ悪条件はね、結構コンディション的に悪条件ですけど、はい、いろんな音がね、風が強すぎますね、ちょっと。ただね、周りで聞こえてる音はもう大半というか、ほぼほぼ環境で片付けられる感じだと思いました。はい、うん、まあたまになんかそんな音鳴るっていうバーンとかありますけど、うん、まあ風で、ね、この風やったら何かしら倒れてとかって考えられますし、実際に声みたいなのが聞こえたっていうのは正直なかったかな。うん、まあ、風がそういう風に聞こえたっていうのはちょこちょこありますけど、実際にこういう風に声聞こえたみたいなのはないですか。そうですね、毎度のことですが自分たちが気づけないことも、はい、しかしたら停電の方に何かこれは肉声じゃんっていうやつが入ってるかもしれないですね。ぜひちょっと自分たちが気づけないところがあったら教えてもらいたいです。ぜひご覧ください。とはいえ今回ねスペシャルということでこれだけドライブに挑んだんですが、まあ、現地では何も体験できなかったということで冷蔵なしと。冷蔵なしです。いうことです。はい、あ、そういえばトミさんの登録写真、あ、ほんまや、いや、あのレベルで一旦見てもらえないと思うんですけど、今日はだいたいこんな感じでした。全部えぐる。もうそれは霧あるいはもやの類で今日はちょっと撮影の方できてないというか、そうですね、はい、肉眼でもこれぐらいのもやでしょうね。完全にもやですね。え、こんな感じなんだ。なるほどね。今日富さんに撮ってもらった写真は理教科の公式のツイッターで載せたいと思う。はい、気になった方はそちらもフォローして見てもらえると嬉しいと思います。はい、もしかしたらね、僕らじゃ見えないですけど、霊感ある人が見たら、いろいろ出るよとかあるかもしれないですね。かもしれないですね。では、YouTube チャンネル登録、高評価、ぜひ何か見えたとか聞こえたとかありましたら、コメントで教えてください。よろしくお願いします。今後もね、見えずに、懐疑的に信頼の真相に迫っていきたいと思うので、引き続きちょっと応援してくだされば嬉しいと思います。これ以上のとこあるのかどうかちょっとわかんないですけどね。正直。そこをめげずに、はい、頑張りましょう。それでは、理研の獲得以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。